高橋由一チャンネル。ついに TPP にイギリスが正式加盟と。そうね、TPP11 から TPP12 になって、はいはい、アメリカがいなくなっちゃったから、はい、TPP11 だと核兵器保有国はなかった。そうか、そう。でイギリスが入ると核兵器保有国、これはお隣の C 国は嫌だよな。そうです、強烈なのが来たかなっていう感じだよね、はいはい、でもこれはいいことですね、うん、だからあのアメリカの、まあ、変わりつちゃいけないけどね、はいはい、あのそれで後から来たから、あの、まあ、これ日本主導なんだよね、うん、日本主導だから日本が優位に立ててて、はい、これで核兵器保有国の、ね、イギリスが来てんだからね、はい、結構なことじゃないですかね。素晴らしいよね、はい、それで あれをやってる担当大臣っていうのは後藤茂之って言うんだけど、はいはいはい、私の財務省どうか。あいつ運がいいな、こういう時にやってるってのは。だから結構記者会見かなんかでね、高い水準を維持しますって言って、はい、これね、著作権法とか国有企業の話がありますね、はいはい、あたかもね、はい、C 国を、ね、念頭に置いてね、はい、C 国はダメですよって言えてるんだから、はい、あいつもねいい時にやってるなと思いましたけどね、はい、運があってあるんだけどね、はい、苦労した人はたくさんいるんだけど、あいつはいいとこだけまあやってるなって感じはしましたけどね。まあそれはでもそうなんだけど、これから出てくるのが、はい、出てきてるか申請してるのが、はい、まあ、C 国と台湾なんだよ ね、 そうですね。でね、まあね、台湾ははっきり言うと民主主義国だから、はい、もう完全にこれクリアしてるわけ、はい、条件クリアして間違いなくしてます、はい、C 国はね、はい、まあいろいろとね、国有企業改革とかね、はい、それだと資本の自由化はクリアしてないわけね、はい、クリアしないんだけど、 C 国の方が先に何日か先に申請したっていうのはまあ政治的なんだよね、はい、それでね、そうすると C 国は排除できるんだけど、はい、それで台湾だけ入れればいいっていうのが一番いい戦略なんだけど、さすが、ね、にあれだよね、 C 国もね、その辺は読んでいて、はい、TPP の中にね、はい、あのまあ、その C 国審判 を作ってるわけよ、はいはい、どっかっていう と、マレーシアとシンガポールなんだよ。でマレーシアとシンガポールが多分台湾があの審査の時に反対すると思う。なるほど、うん、そうするとなかなか大変。そういうことなんです。でもちろん C 国はね、あの基準クリアしてないんだけどね、はい、これはね、あの案外知られてないんだけど、北米の国、はい、北米協定っていうのがあってね、はい、アメリカとカナダとキャナダとメキシコなんだけど、はい、この協定の中にはそれぞれの国は C 国みたいな国を入れないっていう協定があるんだよね、はい、だから別に C 国はあの基準クリアってしてるって言わなくても、はい、キャナダとメキシコは絶対反対する。あ、そうなんですね、うん、それで 今度来たイギリスも絶対反対する、はいはい、だから絶対にこれは反対するんだけどね、うん、あの C 国を入れるっていうか拒否するのは簡単なんだけど、はい、台湾の場合はマレーシアと、まあ、シンガポールね、ここはだからね、私の、はね、読みはね、はい、ここは日本の出番なんだよな。日本の出番で、はい、シンガポールとマレーシアを釈放するんだよ。うん、だってこの間で四国あの配慮してってことなんだけど、それを上回ることをやればいいんだよ。へ、うん、だからまあこれは日本の役目だと思うよ。日本の役目最初から入ってて、日本がまあ中心になってやってるんだからね、はい、ここは日本が頑張ってね、うん、マレーシアとシンガポールをね釈服してね、だから例えばマレーシアなんかに援助しますよとか言ったりね、うん、いろんなことやってね、うん、やるんじゃないの、はい、それでそうすると、マレーシアだってね、あれだよね、あれどっちがいいかって、あの四国と日本を天秤にかけてるところあるからね。そうですね、うん、シンガポールは比較的やりやすいかもしれないけれど、マレーシアはちょっとね、あの比較的親中なんでね、はい、だからそこをどうやって落とすかっていうのは日本の、まあ、腕っていうかね、はい、外交力だと思いますけどね。かなり日本はやっぱ TPP の中で主導権握ってる。だって一番大きいもん、うん、だってルールもほとんど日本が作ってるじゃん。アメリカがいなくなっちゃったんだ、アメリカと日本でやろうって話なんだ。アメリカいなくなっちゃったんだ、アメリカが帰ってこなかったらしょうがないよこれは。日本がずっと取り出て頑張ってんだけど、はい、でイギリス入ってきて、あの C 国はさ、核兵器持ってる国なんかないからさ、大丈夫だと思ってたんだけど、イギリスが来ちゃったから、はい、これは大変だよね。そうですよね、うん、で次には、ね、ウクライナがなんか入れるんだよ、はい、ウクライナの方が結構簡単かもしれない、ね、ウクライナも申請したいんだよね、はい、でウクライナはさ、もともと憲法で EU とあの NATO に入りたいの、はい、まあ、最終的に NATO に入りたいの、うん、NATO に入りさえすればさ、もうロシアかやられないでしょ。 そうですね、それはだからみんな NATO に入りたくて、うん、スウェーデンとか、はい、フィンランドは NATO に入っちゃったでしょ、はいはい、で NATO にいきなり入るの難しいから、はい、EU から行くっていう戦略なんだけど、はいはいはい、EU も難しいんだよ、うん、うん、だから EU も難しいから、そこと似てるTPP に来たいんだよね、来るんだよね。そうそう、だから TPP に来ると EU の話についてはプラスになるからね、はいはい、
日本としてはあれで、ね、なるべく数増やすのが重要なんで、まあ、こういう時に、ね、ウクライナみたいなのを入れたり、はい、それであとは直接マレーシアとかシンガポールに働きかけて、はいはいはい、これで C 国を入れるっていうのが一番重要なんじゃないかな、うん、ウクライナは TPP に入った後に、うん、EU も OK ですってなったら両方行ける、両方行くのもちろん、両方行けるんですか、うん、それは関係ない別に、うん、それは別にいいんだよ、どうだ、あ、こういうのは別に全然ダブったったらいいんだよ、そうなんです、ね、全然構わない、そうですか、そうそうそう、全然構わないから、うん、それでウクライナがあれだよね、 TPP に入ってくれると小麦がガサッとくるからね、はい、うん、それで今回あれだよね、たまたまっていうかね、小麦が戦火になってて輸出ができなくなっちゃってて、これは暫定的にやあの OK してて、ロシアとのね、トルコが仲介してね、はい、ロシアとウクライナで仲介して小麦だけはいいだろうっていうふうに出してたんだけど、はい、今回で、ね、ロシアがね、はい、強烈にねもう輸出しないっていう話になっちゃったんで、またこれで小麦価格が上がっちゃうかもしれないけれど、うんうん、まあ、短期的にはこういう話があるんだけど、はい、TPP の中にあのウクライナが入ってくれるのは小麦価格がガンと下がるよ、うん、非常にいい話になるよね。だからそうやってちょっと長期的に考えながらね、はい、日本は頑張って、はい、TPP の中の名手なんだからね、日本 の, あの主導でみんなやってるんだよ、これ、うん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 、だから日本が中心になって、で、まあ、イギリスなんかと協力しながらね、はいはい、マレーシアとかねシンガポール落とすんだろうな、うん、これアメリカさんはどう、まあ、アメリカさんは当分入んない、当分入んない、うん、当分入んないから、に、まあ、あのすごい先は入るかもしれない、はい、入ると思うんだけど当分入んないから、はいはい、その間に日本が頑張って、はい、あれなんじゃないの、日本主導でやっていくっていうのが一番いいんじゃないの、これ、うんうん、それはそれで別に日本とっては別にいいじゃあいいいいよ、これ めったにないよ、こんな日本が中心になってやって、日本だけやると四国はねすぐほら日本は軍備が弱いっていうの知ってるから脅すでしょ、脅すんだけど、はい、そこに今度イギリスさんが入ってきたんで、うね、うん、あのイギリスさん入ってきたらあのちょっとねあの空母かなんかであの演習かなんかで、ね、日本でやったっていいしね、はい、イギリスさんにも頑張ってもらって、はい、あそこは原子力空母あるからね、うん、あと核兵器もあるからね、あのやっぱり強いよね、そう、これは経済の話なんだけどね、はい、経済の学会にはいつもこういうふうな安全保障の話がいつもリンクしてるわけ、だからあの NATO とEU がリンクしてるっていうのようなもんなんで、はい、NATO に入ってるのは EU にも入ってるし、はい、EU に入ってるとは NATO に結構入ってる、結構ダブってるんだよね、だからそういう意味ではあの経済と安全保障っていつもラハラだから、うん、だからこれイギリスさんに入ってもらって日英の準同盟っていうのを、ね、はいはいはい、活用しながらね中国に対抗するっていうのはありだよね、これ昔あの TPP 亡国論言ってた人たちってどこ行っちゃったのかねなんかあの言ってたね、私ずっと昔から TPP はあの経済の中国包囲網だってずっと言ってたんだけど、私なんかずっと昔から言ってたんだけどね、はい、あの人たち今何言って何も言わないね、あのなんか最近私こういうふうに言った時に反論しなくなっちゃったね、あそうですか、うん、やっぱ見通し外れたんでしょ、知らないで言ったんでしょ、知らないで言ってたんですか、うん、それは私 TPP やってたんだから、それは中国包囲網だって知ってたよ正直そんなの前から、はい、だから中国包囲網ってやっぱり中国を経済面でもねある程度ねこのと遮断しなきゃいけなくなるっていうのを、はい、読み込んでああいうの TPP やってるわけ、うん、だからあの TPP の基準はものすごくハードル高くて中国入れないんですよ、はい、うん、もうそれはもう設定したんですね、そういう設定、最初からそういうふうにね、中国が民主化しない限り、はい、TPP に入れないような条件を最初から決めたんだよね、はい、うん、だからあれ中国包囲網なんですよ、うん、アメリカとじゃないけどね、うん、だからその時に日本だけでやると結構いじめられるから、うん、これは日米で民主主義国でやるってそういうスキームなんだもん、はい、はいはいはい、そうですね、あの TPP 亡国論書いた本書いた人もたくさんいたけどね、 あの人たち今生きてんのかねそうですね皆さんの質問をお待ちしております、よかったらチャンネル登録をお願いいたします。